発掘調査の対象となっているのは吉野ヶ里遺跡の敷地内にある日吉神社跡地です。本格的な発掘調査に伴い多くの人に遺跡の魅力を知ってもらおうと、今日は俳優の井浦新さんと長年調査を担ってきた七田忠明さんによるトークイベントなどが行われます。佐賀県によりますと5月以降に実施した予備調査では5つの亀干墓が見つかっていて、弥生時代の墓地であることが確認されています。現地では来月から一般の人を対象とした発掘調査体験が開催される予定です。